ドラゴンクエスト4導かれしゲシャルト、実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さんもゲシャルトです。よろしくお願いします。ゲシャルト、結局ここまで押してきましたね。もう最近全然ゲシャルト崩壊起こしてないけど、本当に今回ね、コメント一つ読まさせてもらうんですが、最初にね、アマネンさんからコメントいただきました。アマネン、ツイッターで絡んでるアマネさんなのかな、どうなんだろう。やっと追いつきました。アマネンです。ダルさんに質問です。同じ質問出てたらすいません。今までやったドラクエの中でこのドラクエは苦戦した、ドラクエなんちゃらのここは苦戦させられたというものはありますか、ぜひ答えてもらえるとありがたいですっていうコメントが来ていました。コメントありがとうございました。まさにタイムリーなんですが、ドラクエ4の本当に序盤、今までドラクエでこんなに苦戦したことはなかったと思う。うん、本当にそれぐらい苦戦してる印象が強かったドラクエ4、故にゲシュタルト崩壊っていう謎のね全く意味の合ってない言葉を連発してたわけなんですけども、本当にドラクエ4の序盤は厳しかったですね。もうライアンのとこからすでにやばかったもんね。うん、ほんと辛かったなって思うのがドラゴンクエスト4。まあ今となっては人が揃って技も揃ってきてるんで、まあそれなりにレベルが低くてもね、例えばスクルトで耐えたりとかできるけど、序盤は技も何もないからただの肉弾戦なんで、本当に厳しかったですね。ドラクエ4序盤、まさにドラクエ4序盤でした。後のドラクエで苦戦したって感じは全然しませんね。正直割とどれもサクサクいけるタイプでした。まあレベル上げちゃうたちだからっていうのもあるかもしれませんけどね。ではストーリー進めていきましょうか。エルフの里到着いたしました。これ多分もっと早めに来なきゃいけなかったんだよね。気球ゲットした時点でおそらくここに来なきゃいけなかったんだろうけど、ほんとこの BGM 好きだわ。本当だ、もうみんなエルフだ。助けを求めている？三人で来て、了解。三人でね、うおー、なんかすげえいいもんゲットできんじゃねこれ。誰で行くかを考えていって、まずクリフトは絶対いるから、戦闘になった時にね、クリフトがいないとお話にならないんでね、このレベルだと。レベルっていうか、この状況だと。本当に強いよね、クリフトのスクルトが。ライアントルネコはスルーでいいんだおじいちゃんとぽっちゃりはもうどうでもいいんですよ。水の羽衣が若干下がるとはいえ、こいつの能力は半端ないからな。マーニャミネア、マーニャミネア、マーニャにつけるか。これでいこう。3人だね。あ、でも思った。マーニャに買う必要なかったか。主人公、アリーナ・クリフトで行くのは、まあ、まず間違いないんでね。やっぱね、アリーナは外せないわ。アリーナ可愛いからね。そういう問題じゃないんだけど。可愛いとかの問題ではないんだけど。なんかありそう。ないか。アリーナ連れて行かないとちょっと、あ、これダメか。おー、頑張った、頑張った。世界樹の墓欲しいな。ザオリクの効果ですね。何もない。もうもはやブライとか呪わせてるままだもんね。もはやスルーされてるから。そうか、やっぱり世界樹にもモンスターがいるか。そうなってくるとやはりこの3人じゃないとな。補助と攻撃と、まあ回復も攻撃もいける主人公と。なんで3人なんだろう。うわ、これ難しいな攻略。これ乗れる？乗れる感じか。宝箱あんじゃん。マジか。祝福の杖。これは、ベホイミの子、お？あざーす。よ。世界樹の葉は、一番早いアリーナに持たせとくべきか。祝福の杖は、ベホイミの効果だったかな。
アンクルホーンか。逃げれないだろうな。しょうがないな。ヒャダルコはやってきたけど、マフージが効かなかったから、攻撃攻撃。まあ、通常攻撃も耐えれると思うけど、一旦スクルト打っておくか、やはり。これで万全だ。ね、ピンポイントヒャダルク打ってくるあたりさすがだわ。強いな。アリーナも攻撃しちゃうんだろう、だよな。右攻撃してくれたりはしないよね、この AI は。ですよね。と、主人公と次のアリーナの攻撃で終わりか。主人公の1回攻撃よりアリーナのキラーピアスの1回の攻撃の方が食らってるっていう謎の状況が生まれてるぞ。逆ゲシュタルト崩壊早く起こしてえな。逆ゲシュタルトが起こったらもうね、すごいサクサク進むんだけどね。おそらく推奨レベルぐらいで今戦ってると思いますか、若干低いかぐらいですね。これトヘロス使って効果あるかな。なんか割と余裕ありそうな感じするんで、トヘロス使っていこう。できればね、戦闘しないでサクサク進めたいんで。戦闘シーンはいくらでも後で見せれるからね、見せようと思えば。だいたいあんま重要がないよな。マヒャドフライやばそうな予感がするぞ。ここは魔法トーンだ。マヒャドはまずいだろう。マヒャドはまずいぞ。やめろ。マヒャドはまずいぞ。見かけだけか。見かけだけなのか、お前ら。見かけだけなのか。マヒャド打つ気あんのか、こいつら。あるとしたらもう速攻打ってきてると思うから、もしかしたら見かけだけかもな。でも、ちょっと怖い。マフージが効かなかったからな。トヘロス全く意味ねえ。グリーンドラゴンか。一応これを確認しとくぞ。どれほど効くのか。お!マジか。これはいい情報。ザラキをちょっと確認しとこう。マヒャドフライのグループに対してザラキ一発撃っとくぞ。視点変更が。視点変更と同時に歩いてると本当に下に落ちかねないかな。これ落ちるのかな、そもそも。どうかわかんないけど。アンクルホーン、ザラキは効かなそうだな。2体だったら3人でささっと攻撃しちゃって1匹落とした方がいいんだけど、ソロのいいんだけど、ソロの攻撃は遅い。しかも死なない。あ、またあー、どうしよう。あー、いいか。一匹は確実に先行して倒して回復は。強そうだな、このダブルげんこつ落としアタック。マジ強そう。もうね、見た目的に怖いもんな。正直、こんなアンクルホーンみたいな敵、現実に現れたら、やばいでしょ、警察とか。すげえ荒れ狂うと思うよ。銃弾の嵐になるよね、きっと。あ、これは間違いない。宝箱だ。この流れは宝箱。やっぱりか。世界中の雫。もうなんかね、自分のドラクエの今までやってきた勘ですよね。近いところの階段、より近いところの階段が宝箱で、より遠い方が進むんだよ。もうわかってるわ。レッドサイクロン。22か、22に分かれてるタイプか。一応ザラキ打っておくが、効かなそうだな。あ、結構強えな。お、効くね。いい情報。でも C も D も攻撃終わった後だったな。寂しい。あ、そうか。ソロにはぐれメタルの剣つけてくれよかったんだ。今多分ライアンについてるな。もったいね。法律中なのに。何をやってるんだ、俺。これ聞くかな?あ、いや。一応、イオラ撃っとこう。アリーナで一匹倒してくれる。アザラキが効くパターンもあるのか。
それなりにザラキが効きますね、ここは。いい情報だ。アリーナが B 攻撃しちゃうからな。倒せ。OK。ザラキが悪いと効くのは、ありがたい。ザラキ剣鉢が効くのはマジでありがたい。短縮できるかね。あまり意味ないトヘロスを撃つ。若干効いてるような気もする、歩いてる感じでは。あ、これ落ちない仕様になってるわ。若干今戻された。メタパニバッターいいでしょ。こいつはそんな強くない。お、魔封じの杖の効果かな、今の。吸い取ることも可能なんだ。匂い袋。いいや。トヘロスの真逆じゃないか。魔物が寄ってきてしまうか。よし、いいぞ。こうしてみるか。よし、いいぞ。おー、あー、おー、おー、よし、いいぞ。うわ、50? こっちの防具は、まあ完璧ではないかもしれないけど、ほぼ、80% くらいは、補ってるはずなんだけどな。50くらうか、ちょっとびっくりだな。かなり上まで来たけど、てかなんか助けを求めてるんでしょ、誰かいるんじゃないの。バンジージャンプ本当に姫なのかな。輪ゴムでバンジージャンプしてもらいたいよね、アリーナには。アリーナいいよーとか言ってさらっとやりそうだけど、行ってきまーすみたいなのにでさ、普通にやってきそうだよね。やってくれそう。クリフト以外フラグじゃないよ。よし、いいぞ。いいぞ。あ!うぅ!気持ちいい。これ気持ちいいな。でもまさかのバキクロスだったな。ちょっとやばいな、あれは。あれ連発されたら結構やばいぞ。常にヒットポイントは高めで設定しといた方が良さそうだな。一応逃して漏らしてないと思うけどな、宝箱。お、いた。ルーシア、天空より世界樹の葉を摘みに舞い降りてきたのですが、魔物たちに襲われ翼を折られてしまいました。喜んで、お手伝いしましょう。お、この木のそばに、あ、普通に歩、普通に歩き出したぞ。あ、そういうことか。馬車がここまで来れないから、三人で来なきゃいけなかったんだ。ルシアが仲間に加わりました。じゃあ、まあ、霧もいいんでここで終わろうか。そうですね。終わっちゃいましょう。終わっちゃいましょう。これ続く?天空の剣がどこにあるのか。おう、ルシアも戦ってくれる?あ、そっか。おお!いい補助魔法だ。全然でも減ってないぞ。まあ、MP 吸収しよう。いいな。よし、じゃあここで終わりましょう。天空の剣がどうやらここにあるらしいんで、探したいと思います。てかなんか近くにありそうだ。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。